にちは。木下着物研究所女将の紅子です。こちら側から失礼いたします。本日は半幅帯の銀座結び風の結び方についてご紹介していきます。先日動画で名古屋帯の銀座結びについて解説をさせていただいたので、本日は半幅帯でご紹介していきたいと思います。半幅帯の銀座結び風は少しボリュームが出る結び方です。そして帯揚げと帯締めを使うので、ちょっと手が込んでるように見えますね。今日私浴衣に結ばせていただきますけれども、普通に小紋などの着物でも結ぶことができます。是非マスターしていただければと思います。それでは早速ご紹介していきますね。今日使うものは半幅帯。この半幅帯は帯の長さが 4m10cm 前後あるものです。ちょっと今日ご紹介する結び方は長めの方がやりやすいと思います。それから帯揚げを使います。帯揚げは今私ね、こっちの濃い方じゃなくて薄い方を出したいんですけれども、今半分に折っていて、それを3分の1に折ります。つまり6分の1ぐらいの状態にしておきましょう。そして帯締めを1本使います。今日の結び方は和装クリップは使わずに結ぶことができます。以前半幅帯のリボンアレンジの結び方をご紹介させていただきましたが、今日本日はそちらの応用編になります。今日は手先の長さ。手先というのは、今日私が左手に持っている方が手、右手に持っている方がタレと言います。もうこれは公式のようなものなので覚えてくださいね。手先と垂れ先の長さ、通常帯って結ぶ時に手先の長さはどのくらいというふうに言うんですけれども、今日の結び方は体に二巻きした時に手先と垂れ先の長さが同じぐらいというふうにしたいので、まず仮巻きをしていきたいと思います。なんとなく適当に、今日の 4m10cm ぐらいの帯だと床にちょっとつくぐらいかなという長さを、手先の長さを取って仮で巻いていきます。もうほんとちゃっちゃと巻く感じ。でこうして結ぶ直前の動きにした時にどのくらいの長さかというので仮巻きをします。今私左手ギュッと握っている状態なんですけれども、こっち手先が少し短いなと感じたので、一旦ねこれを取っていきますよ。短いと感じたので、このギュッと握っていると少し滑らせて調整をします。これで仮巻き完了です。今から本番で結んでいきますね。仮巻きをすると手先と垂れ先の長さをだいたい同じぐらい、体に二巻きした時に同じぐらいというのがすごく容易にできるようになるので、仮巻きよかったら取り入れてみてくださいね。よいしょ。この辺だいたいこう半分にこうやって曲げて、体にこうやって巻きつけていきます。要はこの部分が半分に帯が折れている状態ということですね。で帯をしごきます。でここでもう一回しごきます。さて今から一結びしていく準備ですね。だいたい左のトップバスト少し外側かなぐらいで、こうやって半分に折ってあげて、このうにゃうにゃとかわたわたしているところをこうやってきれいに整えてあげます。そして左手で輪っかをこのように持って少し距離を移動させて、右手はこちら側の帯の輪っかを持って、輪っかというのは帯が半分に折られている側のこのくるっとなっている方、輪になっている方ですね。で左のトップバストまで引き抜きます。そしてここで一結びしていきますね。一結びギュッ、帯板の上に結び目が乗るぐらい。帯が長かったり、それからちょっと今日緩いなっていう場合はもう一回結んであげます。よいしょ。はい、では続きまして蝶々を作っていきますね。ここしっかり跡をつけて輪っかを作ります。で右手上から。今日は蝶々結び、いつもよりちっちゃめ。こんなのでもう十分だと思います。このくらいかな。よいしょ。で手先と垂れ先を重ねて、この時多少どっちかが長いとか短いとかってある時は長い方を上にしましょうか。長い方を上にして下の長さをこうやって揃えます。仮巻きしたとしてもやっぱり多少ずれたりするんですよね。なので長い方を上にして、で下から引き上げます。この時今2枚一緒に重ねてるんですけれど、少しこうやってバランスを見ながら、幅を少し広げながら出していきます。ここ2枚揃えて、よいしょよいしょよいしょ、良い感じです。よいしょ。では続きまして帯揚げを入れていきます。先ほど6分の1に折った帯揚げをこの胸元に入れていきます。今日私が使っている帯揚げはメッシュの帯揚げを使っています。メッシュは一重の時期から夏の時期に使うことができる便利な帯揚げですね。そして分かりやすくするためにちょっと肩に上げます。皆さん上げなくて大丈夫。今ここ帯揚げでぐっとここ胸元を押さえたので、このね結び目を少しだけ下に下げてあげます。よいしょ。少し下がりましたね。よいしょ。もう気持ちだけ下げようか。はい、良い感じになりました。では続きまして帯締めを結んでいきます。リボンアレンジ、以前お伝えさせていただいたリボンアレンジの時はこちら側から当ててもこちら側から当ててもどっちでもいいですよということでお話ししたんですけれども、今回は私外側で当てたいと思います。今日この帯 4m10cm ぐらい、かなり長い帯だと思うんですけれども、もしこれよりも帯地が長いように出る、お手持ちの帯がもっともっと長いということだったらこちら側から当てていただいてもいいんですけれども、今日はこのくらいの余り具合なので外側から当てていきたいと思います。だいたいこのぐらいの残りだとしたら、帯締めはこうやっておおよそ帯の下線ぐらいのところに突き当ててクッと上に当ててあげます。今ちょっとハの字になってしまいましたが、これちょっとまっすぐな方がいいと思います。ちょっと直しますね。よいしょ。で銀座結びなので少しこの辺ボリュームを持たせながら、この羽のところを少しでもこちら側に向かわせるようにちょっと移動させてあげてください。なのでこの帯揚げを使っています。なのでこの帯揚げはここの、今は胸元ですけど背中にパチッとくっつけるためにすごく重要なパーツになりますね。こんな感じです。はい、では後ろに回していきたいと思います。よいしょ。結んで、よいしょ。確認します。真ん中に来ているか確認して、で帯揚げから結んでいきます。この帯揚げ、とっても重要です。今羽の部分をちょっとこうやって下に向けていったじゃないですか。なので帯揚げでしっかり結んでおいてあげないと、結び目が見えてしまうというか。内側が見えてしまったりとかするかもしれないので、この帯揚げはしっかりぎゅっと今脇で背中につけている状態です。で一結びしていきます。一結びぎゅっで縦に持ってきます。要はこの帯揚げって、枕の紐と帯揚げの両方役割としては兼ね備えられているということなので、ちょっとしっかり結んであげましょうね。結び目胸元に入れて、で帯揚げの結び方に関しては別な動画でご紹介しているので、是非そちらご参照になってみてくださいね。すごく詳しくやり方ご説明しています。で、余ったものをくるくるくるで帯締めを結んでいきます。で、せっかく後ろのバランスを決めてあげたので、この位置は動かさないようにシワをしっかり寄せて帯締めを結んでいきます。緩まないように。本日は半幅帯の銀座結び風の結び方をご紹介しました。以前ご紹介したリボンアレンジの雰囲気というかニュアンスをちょっと変えただけになるので、とっても簡単になります。是非トライなさってみてくださいね。今日着ているこの浴衣は職人さん、通常絹の着物を染めてくださっている職人さんにお願いして、全く同じ染め方で手で刷毛染めでぼかしていただいた、染めていただいた浴衣を着用しています。先日動画をアップさせていただいた、銀座結びの名古屋帯の銀座結びの結び方の時にも着用しておりましたし、2020年6月の5日発売の七尾着物雑誌七尾で、私銀座結びの結び方を10ページにわたってレクチャーさせていただいているんですけれども、その時にも着用しておりました。オリジナルで作成した浴衣です。もしご興味ある方はよかったらオンラインショップ覗いてみてくださいね。本当に不器用で本当に面倒くさがりだった私が、着物生活十数年で得られた経験や知識を毎日動画で配信しています。こちらの動画をご覧いただくと、知らず知らずのうちに着物や和に関する知識が得られるようになっています。こちらのチャンネルでは毎日動画を配信しています。またこちらのチャンネルでお会いしましょう。